はい、こんにちは。今回は、女性ホルモンの話のね、3回目です。女性ホルモンがね、体の中で、どんな働きをしているのかなっていう話をね、今日はしていきたいと思います。で、その働きね、結構多岐にわたっていくつかあるのでね、今日は前半の、3つだけ話しますね。はい、まず1番目ね、これはね、体つきです。女性の人のね、女らしい、ふっくらとしたね、体つきっていうのを作ってくれるのが女性ホルモンの一つのね、働きですね。それから2番目、これはね、妊娠とか出産ねっていうのが可能な状態を作ってくれてるのが女性ホルモンですね。これはね、女性ホルモンのうちでも、まあ、2つありますよね、種類がね。エストロゲンと、それから、黄体ホルモンのプロゲステロンね。必要な時に必要な、ホルモンがこう出るっていうね、バランスよくちゃんとできています。はい、そして3番目はね、これはね、女の人にはもうなくてはならないコラーゲンですよ、ね、コラーゲンが、ちゃんと作られるようになるためには女性ホルモンがいるんですね。で、女性ホルモンが分泌、特にね、エストロゲンの方なんですけどね、エストロゲンがね、あの卵巣から分泌されると、それが血液の中に入ってね、でどんどんこう肌の細胞に届くわけですよ。そうするとお肌の細胞のね、ところに受容体っていうのがあります。受けるっていう字と内容の容っていう字と体でね、受容体で、ホルモンがそこにね、届くとガッとね、そこにこうひっつくというかね、まあ、入り口みたいなもんですね、細胞の中に取り込まれるね。で、入っていきます。そうすると、その、肌細胞の中でコラーゲン作らなくっちゃっていうね、それがこう発動するわけですよ。で、どん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 コラーゲン作ってくれて、で、お肌はふっくらしっとりツヤツヤになっていくわけですよね。はい、今日はまずここまでですね。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。